腹ペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは信長元服、選択大名は毛利。第12回を始めさせていただきます。前回は再度島津と北九州にて合戦し、勝利を収めて停戦し、対馬を従属させたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。あとは倒せるかどうかっていったところですね。布陣を始めよ。8部隊13部隊威風強発生やっていきましょう。あー、湯の裏の戦い勝てるか。今回は島津も精鋭揃いのはずだからな。はい、制圧。では吉川隊で有馬さんを攻撃していきましょう。よし、制圧、これで優勢勝ち。よし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 、威風今日制圧しましたね。4000か、結構減っちゃったな。ただこれで威風今日でどこまで風が轟くかっていったところですね。平戸あたり行くか、ちょっと無理かな。平戸行ったんじゃないか、行ったら平戸行った。なんたることか。そしたら操作従属させましょう。見た仕方ありませんな。よし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 。でここに出てる部隊はもう兵糧が少ないんだよな。大村城まで行くか。大村まで落としたいですね。あとは島津は全部隊出してるので、ここは一気に攻め込むチャンスじゃないか。あ、高山からはいけなくはない。いや、ただ次大合戦をしてその後一気に攻め込むっていうのも手だな。一旦仲介停戦入れるか。まだ威風強発生させるぐらいに国衆も合わせれば島津は兵をね急合できるはずですからね。次は岡城あたりで威風強を発生させてっていったところかな。で臼杵と岡城を手に入れると、それでいこう。なので三好家に仲介を依頼しましょう。心得た、構わぬ、よかろうて。これでよし。でちょっと一旦出しちゃいましたが、一旦全部騎乗ですね。ここ騎乗を、あ、もう騎乗ちゃんとなりましたね。よし、これでいいでしょう。あとは内政を充実させていただきましょう。さてさて、今三好家とですね同盟の延長をしたんですよね。でそれはいいんですが、こちら畿内大きく三好が取ってますね。であと織田信秀、織田家がかなり伸びてます。で武田も珍しく伸びてますね。なかなか面白い世界線だな。で今川が珍しく圧迫されている。結構今川伸びてくんですけどね。多分織田との戦いで勢力を取られたところをですね、まあ周りから侵攻を受けてる。あ、北条が珍しく小田原一つだけ。いや、こんなこともあるんだ。で南部が東北を抑え、長尾がまあそれに抗ってるっていったところですかね。武田がここまで勢力を伸長した、特に肥沃な関東を抑えてるのはかなり大きいですね。いや、面白い戦いですね。さて私どもですが、あと島津とは停戦25ヶ月なので、停戦が切れたと同時にまた進行したいと思います。で次の進行先なんですが、どこにしようかなっていったのが正直な悩みどころで、どこもね離れてるんですよね。熊本城で威風強を発生させて岩尾城あたりを取ってっていったところが
ベストかな。広江城ももしかしたら取れるかもしれないですから、熊本城攻めですね次は。では進めていきましょう。よろしいですか。はい、島津家との停戦は期限切れでございます。くれぐれも注意してくだされということなので注意も何もこちらから仕掛けていきましょう。熊本まで行けるかな、吉田郡山から。まあ、ギリギリ行けるな。であとは熊谷さんとかね出していきましょうかね。腰病老がないからちょっと毛利小津屋今回出せないですね。で佐藤金山城から熊本城と。では周防高森からも出していきましょう。城を奪えば有利になる。農地開墾にやっていきましょう。あとは軍開発ですね。まだまだ軍がね完全には開発しきれてないのでね、やれるだけやっていきましょう。入谷市じゃなくて兵糧庫建ててほしいな。とりあえずこれでいいかな。で投与できる方していきましょう。のみさんも出してっか。城を攻めます。では進めていきましょう。よし、元成も出していきましょう。打つべきか。さてさて、島津はどれぐらい軍勢出してる。勢力で兵力、島津3万4000もいるのか。で部隊数は1、2、3、4、5、6部隊しか出してない。あー攻め込んでるんだ黒瀬城に。これは無駄なことしてるな。で我らは3部隊5部隊、あと3部隊ですね。小早川高影、天郷国久、そして吉川元春でいきたいと思います。我らで城を奪いに参る。で天郷さんも出していきましょう。あ、ようやく集まってきましたね。で吉川元春、ああ三村家近がちょっとこれはまずいよ。貴重な人材だからね。10等級渡して8にしていきましょう。の喜びにござる。いやー10等級の家宝必要だな。ちょっと家宝買っとこう。8等級と9等級か。9等級じゃあ1個買っとこうかな。で1、2、3、4、5、6、7部隊なので、あとはキッカー元春を出すだけですね。では岩屋城からキッカー元春を出していきましょう。少なくとも威風中は発生させたいですね。4部隊5部隊6部隊7部隊8、9、10。おお、威風強できますねこれだったら。あとはよし、兵糧は持ちそうですね。ちょっとあとは微妙に調整しながら威風強までね持っていきましょう。ぶつかりそうですね。一旦移って熊本城に向かいましょう。ここからちょっとね細かい作業が必要なので、さて、いかにすべきかな。これでいいんじゃないか。3部隊でこれ多分12部隊集まってるよね。なので
もう行っても大丈夫でしょう。いかにすべきかな。では行きましょう。こっちはだいぶ密集陣形になってますからね。よし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 、出てる部隊は全部来てる。野戦となる。陣を構えよ。7部隊15部隊。7部隊はいただけないよ。8部隊いるはずでしょ。1,2,3,4,5,6,7,8 部隊。ちょっとさすがにこれでどう。8部隊15部隊やっていきましょう。4万対2万9千、大合戦ですね。威風強の発生の戦いです。相手も2万9000と結構いるからな。うちも右翼は元隣に任せましょうかね。で雨子は縦に使いたいな。中央の争いで雨子を投入するか。で熊谷さんと元隣で右翼を狙っていきましょう。では開戦です。はい、開戦。もうそうですね、元隣は一気に軒口まで行きましょう。はて、いかにすべきかな。で熊谷さんは要所を抑えましょう。で浮田さんは真ん中、この辺りは全員真ん中を目指しましょうかね。で元春が要所を抑え、要所を抑え、コブの要所まで行きましょう。のみさんでコブの要所行くか。元春はこちらの要所まで行きましょう。で天国国久は元春のサポートに参りましょう。これでいいんじゃないか。では進めていきましょう。若造どもに戦というものを教えてやるわい。はい、まず要所制圧。あ、鉄砲戦車出ませんでしたね。浮田隊はこのように向かいましょうかね。では進めましょう。戦というものを教えて。はい、制圧。我が前に立ち塞がる者らよ。南下してきましたね。はい、要所制圧。小早川高影隊でこちら向かいましょう。真ん中がやばいな。吉川隊で戻りましょう。奪われましたが、ここは防身の効果が出て全部隊混乱と。いいよ、混乱してる最中に。いいよ、制圧。で小早川隊で後ろからついていきましょう。はい、撤退。軒口狙ってますね、これは確実に。熊谷さんでちょっと軒口の防衛に向かわせましょう。はて、いかにすべきかな。もうすぐで100万一進が入るので、そのまま島津の二進祭の方まで行きましょうかね。いや、策の一つも打つべきか。突っ込んで大丈夫でしょう。さてさて、あとはこちらの軒口を守りきれるかどうかだな。はい、要所制圧。そしたら軒口まで向かいましょう。はい、撤退。で100万一進が出たと。
き口が開いていると。今ですぞ。で、要所も制圧。ご命令を下され。これは島津隆久か、こっちに来るか。で、地の一子が出ると。これで戦いは勝てるでしょうね。今さら出撃してきたところでってところだな。あと一つ落とせば終わりですけど、お、大内義隆捉えた。いいよ、豪の一子出た。このままのけ打ち狙ってみましょう。なんとか間に合うかな。よいしょ、コブを入れていきましょう。失礼しました。そしたらこちらで野見さん下に降りて、天子国久も要所を狙っていきましょう。危なかった熊谷さん、ギリギリ間に合うだろうこれなら。ああ、間に合わない、間に合わなかった。ありえぬ。マジか、間に合わなかったか。ギリギリ間に合うと思ったんだけどな。我が前方にて押し通る。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。はい、撤退。試される時ぞ。で、出陣と。はい、一部隊撤退。少し考えましょう。少し休ませましょう。でも高掛けだったら無理しても大丈夫ですね。軒口向かいましょう。はい、壊滅。年下ももう撤退でしょ。よし、撤退。浮田さんちょっと休ませましょう。野見さん南下しましょう。はい、撤退。みんな行くぞ。いやー、軒口を抑えたいところですけどね。コブ入れていきましょう。では浮田隊も迎えるので、まさか軒口を落とされるとはな。ほんとダメだな。このゲームこんなにやってるのに軒口を落とされるとかね、ちょっと計算ミスりましたね。はい、一部隊撤退。で、百万維新で体力と兵力回復と。ずーっとね、戦えるのがいいですよね。今こそ披露してくれようぞ。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。よし、ダメージ入った。これで壊滅だ。我が手にてついやー、島津家の方討ち取っちゃダメだよ。ご命令をください。真摯の心にて計りごとをなす。危うきを遠ざけられる。いやー、天子さんいくら兵力が多いからってちょっと休ませましょう。あれことはと思うものは続け。敵の軒口を。戦の流れ。熊谷さんもちょっと体力がなくなってますね。はい、撤退。我らは出番ぞ。で、ゴーの意思かな。あと一部隊でも撤退させれば勝ちなんだけどな。なかなか戦いが
激しさを増してますね。よし、これで優勢勝ちだ。いやー、時間かかったな。やっぱ軒口落とされたのが大きかったですね。まさか間に合わないとは。一番もダメージ食らったもんな。本来だったらこんなにダメージ食らっちゃダメだよ。お、竜蔵寺高信。あ、高信断るんだ。解放しましょう。ありがてえ。で、イフ今日発生。どこまで行く？岩屋城まで行けるか？行けないか。ありえぬ。いかがだったでしょうか。再度島付けを破った毛利家。しかし威風強を発生させたにもかかわらず、まあ一つの城しかね寝返らないっていうのはね、ちょっと厳しいですね。せめてあともう一つって言ったところだったんですが、風が届かないっていうのはね、まあ中部九州は城の数が少ないし、それぞれがねちょっと離れてるっていうこともあるのでね、どうしようもないんですが、威風強で一つしか城が寝返らないっていうのは本当に寂しいですね。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。